マスオ TV です。はい、皆さん、今日はですね、この太陽の日差しを使って料理をしていこう。前回の動画でですね、こちらエコソーラークッカーっていうのをね、組み立てました。これどういうものかって言ったら、太陽のね、光をここに集めて、その熱で料理をするっていうね、まあそういうものなんですけど、今日はね、これを使ってじゃじゃーん、ご飯を炊いてみたいと思います。おそらく美味しい美味しいご飯が炊けるんじゃないでしょうか。で、ここにね、ただ置くだけじゃなくて、こういう金具をまずソーラークッカーの上に置きまして、さらにこの調理器具のところに袋をこうかぶせます。こうすることによって、その風で温度が下がるのを防いでくれるらしいんですよね。で、こういう風に置いて、太陽の下に置いとけば、なんとなんと美味しいご飯が炊けるということでございます。では早速、太陽の下にちょっと持っていきたいと思います。行ってきます。はい、ということでね、セミの声聞こえますでしょうかね。外に移動してきました。東京暑い。これね、置いとくだけで米炊けるんじゃないかって思っちゃうぐらい暑いんですけど、目開けらんないですね。はい、実際に米炊いていきたいと思います。暑い。もうすでに、なんかもう日の光こう浴びて、かなり暑い暑い。これめちゃくちゃ暑くなってるよ。もう少し経ったら火傷しちゃうんじゃないかなってぐらい熱くもうなってるんですけど、この上にこれを置いて炊いてみたいと思いますんで。やばやばい、暑いね。やっぱ東京、熱中症なっちゃうよこれ。こんな感じかな。これでおそらくお米が炊けるはずです。で、外に置いとくんでね、ちょっとね、誰かに盗まれちゃうかもしれませんから。はい、子供が自由研究を行っています。2時半までここに置かせてください。許してくれるよね。大丈夫だよね。ちょこちょこ見に来るんで、ちょっと置いときたいと思います。米炊けるかな。ということで、1時間が経過しました。で、太陽のね、向きにこう合わせてこう調節しなきゃいけないんで、また来たんですけど、暑いっすね。でね、ここ触ってみるとね、やばい、やけどする、マジでレベル。砂浜とかってめちゃくちゃ暑いじゃないですか。そんなレベルでもう触ってられないぐらいに熱々なんで、まあこれは米炊けるだろうっていう感じでございます。で、ここで思ったんですけど、生卵買ってきました。これも置いといたらゆで卵になるんじゃないかなと思って、はい、ちょっとここに置かせていただきたいと思います。またちょっと時間を置いていきたいと思います。暑い。はい、ということで、数時間経ちました。これでね、ご飯炊けて、さらにおそらくこの卵も温泉卵、もしくはゆで卵になってるんじゃないでしょうか。ということで、一回ね、これで家帰って中身確認してみたいと思います。やば、これ、ほら見て見て見て、この袋の部分置いといたところさ、熱で若干溶けてるし、てか熱っ、これ持てん、やばい、めちゃくちゃ熱いっす絶対熱いんだが。じゃあ卵はちょっと心配ですけどね。帰りまーす。では家に帰ってきましたので、このご飯と卵がゆで卵になってるかどうか確認していきたいと思います。で、自信があるのはこのご飯、こっちはね、持った感じ多分大丈夫だと思うんだよね。水気ないもん、こうやっても。ということで、じゃあ開けていきましょう。開けて、こっからですよ。いきます。3、2、1、オープン。じゃーん。おお、めちゃくちゃしっかり炊けてる。え、むしろ水分少なくなっちゃったかもしれないぐらい、ほら、え、すごいんですが、もち米みたいになってる。え、すごくない？外置いといただけっすよ。こんなしっかりご飯になるんだ。リアルに炊飯器必要ないってことですね。ね。次は、この卵ですね。目標としては、ゆで卵にちゃんとなってたら嬉しいんですが、もしかしたら温泉卵、もしくは生卵のままの可能性があるっていうね、怖さがあるんですけど、はい、うわ、なんか持った感じやばいな、これ。なんかね、
ゆで卵の重さがあまり感じられない。最初から置いとけばよかったかもしれないけど。ではこの上にこうパカッてやりましょうか。いきます。あっ、うん、この時点でお察し。まあでもね、いっちゃいましょう。オープン。普通の卵。あれ、ちょっと見てほしいのが、なんか少しトロッとしてません？卵ほらここですね。ちょっとトロッとしてるでしょ。そんなことないな、これトロッとしてないな。このパックのままだったからダメだったのかもしれない。で、この中にお湯張ってとか、それもしくはそのまま入れてればちゃんとね、まあできたのかもしれないですけどね。なんかもう少しうまくやりたかったですね。はい、ということでね、まあご飯はうまく炊けたんで、もういいや、これ卵かけご飯にして食おう。むしろうまいよ、こっちの方が。ゆで卵より。太陽の力で作った卵かけご飯、いただきます。うん、おいしい、最高。はい、ということでね、今回は太陽の力でこちらね、ご飯しっかりと炊いていきました。まあね、ゆで卵失敗したんですけど、まあやりようによってはゆで卵作るね、方法もあると思いますので、ぜひね、皆さんね、自由研究困ってるっていう方はですね、ご飯を作るついでに完成したちゃんとしたね、ゆで卵をね、作る方法なんかを自由研究にしていただけたら、多分ね、学校で満点いただけると思いますので、はい、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。ね、めっちゃ楽しかった。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。おまけなんですけど、このゆで卵、菌とかいろいろ怖いんで、もう、科学の力借りて、ゆで卵にします。こっちの方が簡単だよ。アヒって便利だね。もう素晴らしい。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。